前受けは2番の三浦、中段に払いがいて、田上5番手、ここから上昇アクションを起こしました。そして2番の三浦が誘導と車間を切って、ここは三浦が結局車を下げます。7番車の田上を抑えました。そして払い、払いが中段を狙いに行くか、ちょっと三浦と位置がバッティングしていくんですが、ここから前仕掛けていく。ただ田上もペース上げていって、さあここは踏み合いとなりました。6番車の土井がちょっと遅れて、1番車の田中がうまく中段に入りました。ただここは田中と4番の払い、ちょっと連携が乱れています。ここから2番車の三浦、三浦が仕掛けていく。残り1周回逃げる7番車の田上、そして5番の戸瀬が2番手、外を通って2番の三浦、三浦がここで仕留め切りましたか。あとは3番の西村食らいついていって、1番の田中陽介切り替えていって3番手に入りました。逃げる2番の三浦追走が3番の西村、アウトまで上がっていって1番の田中、田中が2番手の外まで上がってきた。あとは5番の戸瀬コースを探すか。最後の直線、2番の三浦先頭、1番の田中、田中最後は抜け出した。あとは5番の戸瀬あたりか。